ペッコマ。ペッコマ研究所。皆さんこんにちは。ペッコマ研究所社長のレンジルです。今日もご視聴ありがとうございます。今日は夏休み自由研究第2弾。引き続きペッコマの強さの数値化にチャレンジします。今日のテーマはこちらです。前回重さを5段階に数値化しました。今回はペッコマのスタミナ、この違いについて研究します。それではパパチュル君、早速測定しましょう。最初はピンクストラッシュです。次はハザードダークです。続いてレインボーダッシュです。次はグリーンファイヤーです。続いてミラクルライトです。最後はホワイトカイザーです。この結果をもとにスタミナの違いを数値化してみました。なるほど、20秒ごとにランクが1つ変わるわけですね。それにしても大きな差が出ましたね。ペッコマが変わるとこんなに違いが出るんですね。次回はいよいよアタック力の違いにチャレンジします。今回もご視聴ありがとうございました。バイバイ。ペッコマ。チャンネル登録よろしくお願いします。